断ち切り試合。3時間もの間、たった一人で33人の相手と戦う剣道の荒行だ。断ち切りに挑む剣士は、倒されても倒されても立ち上がり、竹刀を置くことは許されない。この断ち切りに上段の構えで挑んだ一人の剣士がいる。竹刀を頭上高く上げ続ける上段の構えは、3時間の過酷な断ち切りに耐えきれないとこれまで言われ続けてきた。尾形茂五段、尾形さんが断ち切りに挑む上段の構えは、燃え盛る炎のごとき気迫で相手を圧倒することから、別名火の構えとも言われている。これは前人未到の戦いに挑んだ火の構えの剣士、尾形茂五段の記録だ。秋田県南部の湯沢市、かつて城下町として栄え、江戸時代から武芸が奨励されてきた町である。この湯沢市に東北各地から名打ての剣豪たちが集まる日がある。年に一度の断ち切り試合だ。この断ち切りに今年初めて挑む秋田市出身の尾形茂五段、上段の構えを得意とする県内トップクラスの剣士だ。これまで不可能とされてきた上段での断ち切りにあえて挑む。上段でしか試合したことありませんし、それ以外で試合するって頭はありませんし、もし剣道の神様がいるんであれば、自分に上段で立てと言うだろうし。尾形さんが戦う33人の剣士たち、東北各地から集まった剣道四段から七段の強者たちだ。尾形さんにとってどれも一筋縄ではいかない強豪ばかりだ。3時間に及ぶ長い戦いが始まった。断ち切りは一人の剣士に対して33人の対戦者が休む暇も与えず、次々と試合を挑んでくる。一人当たりの対戦時間は5分間。一本でも多く技を決めた方が勝ちだ。一人目はお互いに技が決まらず引き分けた。一人目が終わるとすぐに二人目の対戦相手がやってくる。火の構えから放たれた電光石火の一撃。これで尾形さんに勢いがついた。好調な滑り出し。8人と対戦して6勝2引き分け。取られたのはわずか1本だけ。
9人目、最初の試練が尾形さんを襲った。相手は執拗に突きを狙ってきた。上段は攻撃的な構えである反面、自分の胸や胴を常に相手にさらけ出している。相手はそこを狙ってくるのだ。9人目の対戦が終わろうとするその時だった。面を打とうと踏み込んだ尾形さんの喉元に相手の竹刀が突き刺さった。ちょうど防具の下から首の奥の方に竹刀が刺さってきてですね、首がゴキッという音が鳴ってですね、左の頭の奥の方に激痛が走りました。もう右手にもう感覚がなくなって、もうダメかなと思いました。尾形さんが上段の構えを始めたのは高校時代。それまで剣道の経験は全くなかった。尾形さんに上段の構えを教えたのは剣道部の監督、新藤正弘先生だった。一方右、新藤選手は準々決勝青山選手を破っていますが、決まった白3本、見事に新藤選手の小手が決まりました。新藤先生は全日本選手権出場5回、秋田県の剣士として歴代最高の3位入賞という輝かしい実績を持つ一流の剣士だ。新藤先生が尾形さんに上段の構えを教えたのは、生まれ持った手首の強さを最大に生かすためだった。遠い間合いからでも左手一本で技を打ち込むことができる上段の構え。しかしそれはさらけ出した喉元が狙われやすいという弱点も合わせ持っている。自分はまず新藤先生に剣道の選手になりたいかって、選手でやってみたいかって言われたので、はいという二つ返事で、じゃあ上段をやれっていう形になりましたけど、非常に無防備な構えなんですよね、はい、で自分はもう剣道全然分かりませんでしたから、その無防備な構えだっていうのもですね、自分で取ってみてから分かったんですよね、上段の構えを。人間ってこう突きの部分を攻められると非常に恐怖を感じるんですよ。剣道やってから初めて分かったんですけど、でやっぱり突かれると痛いですし、外れるとすごく赤く腫れたりですね、皮がむけたりして痛いんですけど、それ怖いと思ってるうちは上段はダメだって言ってよく疲れましたね。恐怖心を克服させようと新藤先生は、尾形さんの胸元が血で真っ赤に染まるほど毎日突き続けたという。その構えを維持していくためには、その本当に火のごとくの気持ちを持ってないと、というか燃え盛るような激しい気持ちを持ってないと、その構えをやってられないと思います。上段は火の構えとも呼ばれている。自らの恐怖心に打ち勝ち、炎のような闘志で相手を威圧し続けなければならないからだ。
高校卒業して25年、緒方さんは剣道一筋に打ち込んできた。剣道を始める前に取り組んだサッカーやバスケットボールはどちらも長続きしなかった。辛いことがあるとすぐ諦めてしまう自分の意志の弱さ。緒方さんは新藤先生が教えてくれた火の構えにこだわり続けることで自分の弱さを克服しようとしてきた。子供の頃とかは本当に弱い子供でしたから、何一つこうまともに続けたことがなくてですね、やっぱり弱い自分っていうのはやっぱりこのうちの中に自分の中にありまして、それをもう封印して本当の自分を見せたいというか、俺にとっての自分にとっての剣道っていうのは冗談なんですね。だから言ってみれば自分の人生そのものなので、自分自身そのものなので冗談の構えっていうのはですね、現在緒方さんは秋田刑務所の刑務官として働いている。はい、どうぞ。任務は受刑者たちの作業を指導監督することだ。一瞬たりとも気を抜けない。緒方さんが刑務官になったのは高校を卒業してすぐのことだった。当時まだ二十歳にも満たない緒方さんにとって受刑者たちと毎日接することはとてもつらかった。刑務官になってから3年くらいは本当にいつでも辞めるつもりで辞表を持ってましたから、胸のところに。しかし緒方さんは辞めなかった。新藤先生との猛稽古によって目の前の困難から逃げないことを学んだはずだ。緒方さんはギリギリのところで踏みとどまった。4年目、元受刑者から緒方さんに一通の手紙が送られてきた。暴力団に入ってた人なんですけども、まあ子供もいる、神さんもいるというようなことで、そういうような組織を離脱してしっかりと健康保険を持って、今ちゃんと生活できてます、ありがとうございましたというような手紙をいただいたんですよね。自分の一言とか指導したことがその人の胸に届いてですね、これじゃいけないというような形で更生してもらえたというのはやっぱりすごい自分にとってはプラスになりましたし、仕事にも誇りを持ってたような気がします。緊張感で張り詰めた辛い日々、その中でいられた仕事へのやりがい。緒方さんは今、もしあの時逃げ出していたら今の自分はなかったと思っている。剣道を始めて25年、今では秋田県内でもトップクラスの剣士になった緒方さんだが、これまで避けてきたものが一つだけあった。それが断ち切りだ。緒方さんはこれまで2度断ち切りへの挑戦を勧められたが断り続けてきた。3時間も上段の構えを取り続けることは無理だと諦めていたからだ。もう逃げられないという、人生何でも人間ってそうだと思うんですけど、逃げてばっかりいれませんし、まあ逃げたら一生言われるでしょうし、剣道やっぱり好きですし、
これで人にしてもらったと、剣道で人間にしてもらったって自分で思ってますし。今年尾形さんは40歳を迎える。断ち切りに挑むには限界の年齢、これが最後のチャンスだ。尾形さんの33番目の対戦相手に新道先生が名乗り出た。自分が最後に待っていれば何が何でもたどり着こうとするはずだ。愛弟子への親心だった。これまで誰も成し遂げたことのない上段での3時間断ち切り、尾形さんの剣道人生最大の挑戦だ。自分の人生だと思います。3時間断ち切りもそうですけど、自分の今まで歩んできた人生と相対するというか、修行だと思います。修行、まさしく修行だと思いますね。荒行っていうか、とりあえずは33人と終わって立っていたいですね。そしたら何があるのか見えると思いますけど、今はまだ分かりません。断ち切りへの挑戦を前に、尾形さんは体に大きな不安を抱えていた。去年10月頃から週の半分は整骨院に通っている。尾形さんは肩から背中、両腕にかけての慢性的な痛みに悩まされている。定期的にマッサージを受けなければ腕も上げられない。長い間対戦相手から喉元を狙われ続けてきた尾形さんは首の神経を痛めている。いわゆるムチ打ちみたいな状態でですね、手の方までかなりしびれ、あと筋肉の張りがかなり来てるっていう状態ですか。やっぱり手上げたり、あと剣道するしないするにはかなりやっぱり大変な感じの張り方がありますんで、だからあんまり無理はやっぱりさせられないぐらいなんですけれども、筋肉の張りがやっぱりかなりひどいです。練習いつもだったら100できてるところが50ぐらいで抑えなきゃいけないので、50もできてるか分かんないのでもどかしいですよね。尾形さんが断ち切りに挑むことを決意したのは1年前。その間、首から両腕にかけての痛みに悩まされ、何度もやめようと思ったという。3時間断ち切ることができるのか、プレッシャーと戦う尾形さんを妻の美香子さんは陰で支えてきた。この人の性格上やめればっていうと奮い立つタイプなので頑張れっては言わなかったですね。この1年ひたすらできなければやめれと、諦めてもうやめますって電話しなさいうちのかみさんはそのうまく操縦してくれてるんだろうなとは思ってましたね。分かってましたね。自分がどういうふうに言われたらどうなるのかってことを一番よく分かってるんで、はい、半ば分かってましたよね。パパ私めくるよ、この日尾形さんは高校時代からの剣道仲間とともに湯沢の立ち切りの創設に関わった奥山京介八段の墓参りに向かった。尾形さんは立ち切りが近づくにつれ次第に不安に駆られるようになっていた。
尾形さんは車の中で珍しく友人に弱音を吐いた。危ない一瞬なんだけど右手さえ普通にしてできればな。いてくれる、うん、冗談で3時間って非常に厳しいよな。考えてみれば3時間とかって言ったって今まで冬の歓迎校の時に平気でまずなやったったわけですね、やったったな。それ考えれば上げてること自体は何も問題ないわけですね。考えることは少しずつ減らしていった方がいいですよ。そうやって問題解決したことは、うん、まだ消去できないからいっぱいある。気持ち整理気持ちの整理もできないし尾形さんは断ち切りが怖かった。1月6日のことだった。尾形さんを思いもやらぬ事態が襲った。尾形さんに火の構えを授け人間としての生き方を導いてくれた恩師新道先生が不慮の事故で突然亡くなったのである。47歳の若さだった。本当に自分が自分としてこう立っていれるようなこう基礎を作ってくれたのは新道先生だっていうふうに思ってますので、俺は特に俺お嬢さん新道先生しかいないですからね。ちょっと大きかったですかね、存在がやっぱり。新道先生は尾形さんの33人目の最後の対戦相手を務めることなくこの世を去ったのである。亡くなった新道先生の代わりに高校時代の同期生村上武七段が最後の対戦相手を務めてくれることになった。村上さんは新道先生の後を継いで母校の剣道部の監督を務めている。怪我に苦しみながら断ち切りに挑む尾形さんに最後まで断ち切らせてあげたいという新道先生の思いを村上さんが引き継ぐつもりだ。一番最後の気力をこう出し切るところをこう受け止めるっていうですね、いかに出させるかっていうのを絞り出させるかっていうのが役目としてあると思いますので、はい、1月22日断ち切りの前日、尾形さんは湯沢の武道具店にやってきた。気持ちの面では金変わってきたっすか。経費ついたとか、経費ついたとか、経費ついたとか。預けていたのは自宅に長い間飾ってあった防具。断ち切りに臨むため新道先生との思い出が詰まった防具の手入れを頼んでいたのである。こんな色だったんだけど、この道具ですね、自分が初めて自分のお金で買ったんですよね。その時に新道先生が
関西の職人さんに預けてくれたものなんです。つながってると思いますね。これで一緒に戦うっていう感じ。そうですね、守ってくださいって感じ。必ず断ち切ってみせる。緒方さんは亡き恩師の形見をお守りにして胴に結びつけた。テロテロで言われてる。断ち切り試合9人目、相手の竹刀が首を直撃した。立ち上がった緒方さん。しかし手に感覚がない。ここまで順調なスタートを切っていた緒方さん。しかし首への一撃で緒方さんの心の中に恐怖心が一気に広がった。強気の攻めが影を潜めた。たまんな。いやもう辛くなってきてますね。なかなか構えてるのも容易じゃなくなってきてます。もうちょっと気持ちだけで来てるんですか。そうですね。ちょっと弱気になってきてるんで今カツ入れてやってますけど。断ち切りが始まって1時間、11人目の対戦相手、刑務所の剣道部の後輩小原明五段。小原さんは緒方さんの闘志にもう一度火をつけようと徹底的に前に出た。緒方さんといえばもう気合の入ってる人だってすぐ分かるんで、気合入ってる人が気合なくなっちゃったらね、冗談もねダメになっちゃうから。火の構えはひとたび攻めの気持ちを失えばその威力をたちまち失ってしまう。自分にこう活を入れてくれるような、立ち上がってこいよ先輩何やってるんだっていうような剣を通してそれを感じることができまして、また目が覚めたような感じでした。失いかけていた緒方さんの闘争心に再び火がついた。進藤先生から学んだ相手の突きを恐れず前に出る強気の攻めが蘇った。冴え渡る火の構え。断ち切りが始まって2時間、20人目を終え16勝4引き分け。まだ一つの負けもない。しかし緒方さんの体力は限界に近づきつつあった。第1試合以上前
田定一先生、柏谷博先生、ブライスポート高木選手。体力では圧倒的に有利なはずの対戦相手たち、ところが繰り出される技はことごとく尾形さんを捉えることができない。フラフラでしたから体はしんどいんですけど、目はよく見えるというか、まあ、動きは不思議に見えましたね。打たれる時も全部最後まで見えますから、止まってるようにっていうか、スローモーションで見える状況がもっと顕著になりましたね。はい、不思議な感覚でしたけど、ここまで来ないとこの感じは感じることができないのかっていうのか、こういう感覚は得ることができないのかっていう感じで思いながらやってました。立ち切りが始まって2時間半、尾形さんの体力はすでに限界を超えていた。相手の動きは見えていても、もはや体が言うことを聞かない。28人目が終わった。息つく間もなく、すぐに29人目がやってくる。気持ちはしっかりしてるんですけれども、体の方が全然ずっと後からついてくる感じで、心と体がバラバラでした。間違いなく5分しかやってないと思うんですけど、もう一人に対して10分以上もっとやらされてるような感じに襲われました。朦朧とする意識、他のものは全然見えなかったんですけど、新藤先生の写真がありまして、それを見て、やっぱ新藤先生の弟子なんだから、だらしない真似はできないって、ただそればっかり考えてました。どんなに倒されても立ち上がる尾形さん。そして新藤先生から授かった火の構えを絶対に下げることはしない。31人目が終わり、残りはあと2人。最後の対戦相手、村上七段が静かに準備を始めた。その時村上さんが身につけた銅、それは新藤先生が亡くなる直前まで愛用していたものだった。やる前には実は明かさなかったんですよね。フラフラの状態で気づくかなというのがあったんですけど、新藤先生が最後、相手を務めるというような雰囲気がですね、少しでも出せればと思って、それでつけたわけです。試合が始まるや否や、村上さんは
まるで進藤先生のように緒方さんの喉元をめがけてひたすら突きを繰り返した。弱気になるな、断ち切れ。必死に竹刀を振りかぶる緒方さん、火の構えだけは崩さなかった。村上と対した時はもうパッと見た瞬間から進藤先生の動画だっていうのが分かりまして、そこでもう込み上げてくるものがあってですね、もう進藤先生が立ってくれてるような錯覚にも陥りましたし、技を出したところ疲れたところとかいろんなことがもうなんか進藤先生との稽古にダブってですね、しっかりしなきゃいけないってまた思い直しました。神さんが声をかけた。もう少しだろ、しっかりしろ。返事はなかったんですけども、上段に構えた時の目つきが闘争心に満ちたような目つきになってて、徹底的に今度打ってやろうというような感じの雰囲気が伝わってきてました。火の構えが再び燃え上がった。残り時間1分。押し出そうとする村上さん、踏みとどまる緒方さん。まあ、あれがやっぱり気持ちの表れじゃないですかね。強気の気持ちが本当に最終盤でまた特に限界を超えていると思うんですけども、無意識のうちに、向かってくる気が、まあ、現れじゃないですかね。3時間に及ぶ断ち切り、その最後の時だった。この日一番の無心の一撃。火の構え、上段から放たれた会心の面。村上先生に打った、まあ、進藤先生が乗り移ってる村上先生に打った最後の面、もう感触がないぐらいいい感触でした。満足いく一本だったと思います。3時間の長い戦いが終わった。対戦した剣士たちが駆け寄る。
松田。松田君の選手。中央に集まってください。25勝2敗6引き分け。緒方さんは上段火の構えで3時間を断ち切った最初の剣士となった。しわしびれで手の感覚ね、動けないよ。悪いや、いつだったぞ、いつだった冷やすのもねえか、氷の上で冷やさないともねえか、壁の上で。緒方さんを支えた高校時代からの剣道仲間たち。新藤先生見てくれてるような気して、ただそれだけで頑張りました。終わった瞬間ちょっと情けなかったですけども、本当しっかり立ちたかったですけど、3時間本当正していただきましてありがとうございましたと言いたいです。何度疲れても、何度倒されても、再び立ち上がった。緒方茂五段。火の構えの剣士の見事な立ち切りだった。